タマフレンズうちのタマ知りませんか三丁目のタマうちのタマ知りませんか三丁目のタマうちのタマ知りませんかは毎日放送を制作局として TBS 系列にて放送されたテレビアニメである。ただし、口実の通り第一シリーズの前半は OVA 作品の三丁目物語をそのまま放映している。ファンシー文具の人気キャラクター。 タマフレンズからの派生作品。三丁目に住む岡本武の飼い猫の玉が、友達の猫や犬のキャラクターが次々に加わり、繰り広げられていくストーリーである。第一期は1993年7月3日から、同年8月28日まで毎週土曜18時から18時30分。全番組の、シンゴのわがまま大百科が、急遽打ち切りとなったため、 土曜18時枠の MBS アニメ制作第1作となる。この番組以降、機動戦士ガンダム00まで MBS 制作、TBS 系列放送形式による土曜日夕方6時枠におけるアニメ特撮枠が定着することになる。なお、第1シリーズ第1回第6回は、すでに1989年に OVA として発売されていたものがそのまま。 放映され、第7回第9回までが新作になっている。第7回以降は玉などにセリフがつくようになるなど、大幅な設定変更が行われている。第2シリーズは、第1シリーズ第7回以降の設定をそのまま、引き継いでいる。2> 第2期は1994年4月3日から同年9月25日まで、毎週日曜11時から11時30分の放送だった。 全26回。また、平成6年度文化庁優秀映画部門、子供向けテレビ用映画部門最優秀 TV シリーズを受賞している。この他、劇場用アニメ映画版、三丁目の玉お願い、ももちゃんを探して、がある。かつてアニマックスでもみんな集まれアニメっ子に内包される形で放送されていた。劇場版も同局で放送された。 なお、タマフレンズからの派生作品としてはアニマックスで放映されているアニメ、タマフレンズ探せ。魔法のプニプニストーンがあるが、こちらはタマフレンズのキャラクターを使用していること以外、本作との共通点はない。アニメ作品の本放送終了以降もタマフレンズとしてのキャラクターは流通しており、小学生向けの教育教材、文房具、町内銀行、 木の国信用金庫のマスコットキャラクターなどとして、あらゆる場面で人気を博している。2004年には、キャラクターの誕生20周年を記念して、初ビデオ化作品6話が映像特典として収録された DVD ボックスも販売された。また2012年には、キャラクターの誕生30周年を記念して角川、書店から小説版が出版されることが発表された。他にも、 ケロロ軍曹とコラボしたグッズが発売されていた。2019年12月20日に初ブルーレイが発売される。また、テレビシリーズ制作決定以前の1989年に制作されたオリジナルビデオ作品である三丁目物語では、本作とは異なり玉たちのコミュニケーション描写は、日本語での会話ではなく、ミャーやワンといった、 動物の鳴き声のみで描かれている。こちらは VHS での販売以降、長らく再放送やリメイクされることがなかったが、2013年にキャラクター生誕30周年記念としてデジタルリマスター版が発売された。三丁目物語及び第一期までは下半身もしくは首から下までしか描かれていない。第一期は一部地域では放送時間が異なっていた。 第2期はすべて同時ネット。ありがとうございます。